通販戦略、竹下塾です。皆さん、お元気でしょうか？今日はですね、大分県は津久見市、永徳鮮魚店さんをご紹介します。なかなかですね、お魚売れなくなられたということで嘆いていらっしゃいましたんで、一つホームページで動画配信でやってみたらどうですかということでお伺いしました。ぜひ、この動画見ていただいた方、応援してやってください。大分県の津久見市、永徳鮮魚店です。それではまた次回お会いしましょう。それではまた。明日もいいですから、どうぞ。はい、皆さんこんにちは。今日は竹下先生からこの何か紹介してくださいっていうことで、大分県では定番の琉球を紹介いたします。琉球とは船の上で漁師たちが新鮮な魚を切り込んで醤油につけたものを言います。佐賀の関では関サバ、関アジ、琉球、津久見ではいろいろな魚を混ぜたものを琉球丼と言います。ぜひこの新鮮な魚で作った琉球丼を食べてみてください。